マインクラフトまた引き続きやってこうかなと思うんだけど、最高に素晴らしい装置を今回もワクワクさん、どうもマインクラフト界のワクワクさんです。よろしくお願いします皆さん。ワクワクさんだよー、ワクワクさんだー今回はすっげー言ってたよ僕、鉄がねえ鉄がねえと、どうしたら集まんだみたいな感じでそう言ってたんだけど、とうとうね鉄が枯渇しすぎて、じゃあそれじゃ作ってやろうと、鉄を自動で生成するやつを今回は作っていきたいなと思います。でもその代わりめちゃめちゃむずいめちゃめちゃその鉄を作るトラップが、てかうるさ、トロコうるさすぎやろ、僕の声と同じぐらい主張激しいな、はあって泣いてるよ村人たちも。村人ちゃんを使ってですね、鉄をね無限に取ることができる伝説のやつがあるからやっていきたいなと思います。アイアンゴーレムトラップみたいなのがねできるよね。条件はめちゃめちゃ結構厳しくて、半径35マス以内に村人たちがいるとそのトラップが作れないらしくて、なんでこっから35マスって言ったら結構遠いな、距離もうちょっとどんぐらいなんだろうな。でもここまで行っちゃうとさ湖になっちゃうよ、湖に。で条件はあと整地もしなきゃいけないらしくて、ちょっとねどうなんだろうな。ここら辺か、あじゃあここに作ればいいのか、ここだったらいけそうじゃない。おー整地するべー、ちょっとでもかぶったりとか、最終的に全部作ってさ無駄でしたとかさ無理ですってなった時が一番怖いよね。もうちょっと離れた方がいいのかな。なんか怖くなってきた。なえるもんな完成しといて。僕はお寿司の中ではサーモンが一番好きです。よろしくお願いします。鮭とサーモンの違いってどういうことなの。一緒じゃないの、英語にしただけじゃね。そんなことない。焼くか焼かないか。あそうなの、焼いたらあれ鮭になるの初めて知ったんだけど、マジ超勉強やん。マジかよ、ありがとうみんな教えてくれて。なんかのためになるかって言われたら何のためにはならないかもしれないけれども、魚が違う絶対嘘でしょ、それはないよ。サーモンと鮭は一緒でしょ。そんなことある、それはもったべ、それは嘘よ。魚は同じでしょさすがに。育ちの違い絶対嘘、育ちの違いになるか。養殖がサーモン天然が鮭なの。そうなの、マジで言ってる。食べたら一緒やろもうゴリ押し、食べたら一緒や、そんな何言ってるお前。回し持ってんじゃねえよお前、何勝手に持ってんだよ、僕のやぞ。なんのこいつ。オッケー、おー綺麗になった、いい感じいい感じ。いやこれがねやるかあるかないかでね、まずやる気が違うからね、そもそものやる気が違う。次に地面から7マス、1234567マスで、そこにこっちから16マス、12356マス、こっちは5マス、12345マスで、あとは長方形を作る。つなげたところから1個2個端っこ削ってあげる。奥の角っこに高さ3マスの柱、3マスの柱、はいベッドを置く。情熱のベッドを、はい12、あやばい、もう何かあったらここで寝るから、ここが村人になるわ。3、このようにこの向きも大事らしい。3個並べていく。そしたらガラスブロックで外側に2マスの高さでやっていくと。完璧ペキノスケ来ました。そして囲まれたー、挟まれたよー、助けてくれー。あーでいやきつ、逆にすればよかったわ。この中に村人を入れるらしい。この中に村人入れんの、まあ、だからこうやって直線でこっちにつなげるしかないよね。レールかトロッコでこの上に入れるんだって、この村人たちを。いや難しいな、絶対トロッコだよね。もうトロッコしかここの上登れないもん、ね、おーいいね正体。今日は今日中にこれ入れられるかな。行くぞ行くぞ、お前ら旅だ、旅に行くぞ、急げ。夜になったら終わりだ、ゾンビが来て全員殺されちまう、村人ゾンビになっちまう。わかねえじゃねえかお前、いきなりのこの計画ミス寸法ミスしてしまった。行くぞ。なんだこれは、なんだこの欠陥住宅は、ふざけるなお前。いけ地味、遅すぎるな。頑張れコロ、乗れないかな、ワンチャンいけそうじゃない、そんなことないかな。いけ、あー無理なんだ。水を垂らしたら、水垂らしてみたら、これさこうしたら上に上がれるんじゃないさすがに無理、任せろ、僕は何とかして。でもこれでいけなかったらもういけないんでしょ。あー無理だわ、渡れないのか、トロッコしかね。お待って、何やってんだお前、入るどこ行くの、ここオッケーレールで走らせるしか方法はないようだ。レールがないんじゃ。パワーレールもない気がするな。地獄の入り口。逃げれねえからお前は。お前はもうトロッコに乗るという人生で生涯を終えるから。分かったか。乗れ行け早く行くんだ行けバカチンが行け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 はあじゃねえんだよ。はあじゃねえから。早く行け。何やってんのお前。押せない。こいつ角っこ行くわ。君は、ほらもうゾンビ湧いてきて。早く来て。早く。え、なんで君、え、なんで行かないの？やばいやばいやばい。どういうことだよどういうことどういうこと寝た。え？やばいやばい。やばい、そんなもん。ごめんごめんごめん。どんどん来るどんどん来る。松明炊くか。なんで登るのバカがお前は。え、何してんだ何してんだもうアホすぎて。バカなのオスカ。え、なんなのこの子。なんなのこの子も神経使うわ。やばい、今日で寿命縮む。ガチ寿命縮むわ。とりあえず入ったこいつ。やばい、人マスだと出てくる。やばいやばい、そうやったまずいそうやった。いや、だがゾンビがいるから、あいつ逃げれない。あいつ弱虫やから。危ねえ、よかった。こいつ弱虫でよかったわ。俺出てこれなくなっちゃったもう。入った。オーケー。うわー。わーい。入ったけど入ってない。なんやこのもどかしさは。おい、じゃあな、出発進行。来んなよ。あと1個や。おい、もうこいつなんだろこれもう。お前もう嫌いやん、トロッコ。もうあと乗ってくれればええから、マジで。お願い、もうお願い事も1回しか言わない。人生で1回しか言わないから。君にはね、君には他の人には言うよ。君には言うからね。あ、君には言わない？うん、言う、もうわかんないわ。もういいから入れ。とりあえず入ってくれ。頼む。もうみんな入ってるんだよ。君だけだよ。そうやって嫌がってるの。ほらもう！あ、まさかまたパターン、またいつものパターン来た、またいつものパターン、これ、あ、寝た。もうお前らもうええもうお前らの負け。はい、君たちの負け。はい、観念してね。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ、おやすみなさい。危ねえよ、そういうことやったんか。もう一件落着。入ったぜ、ようやくですよ。いやー、よかった。頼むよマジで。どうなることやらと。そしたら次のミッションなんよ。これがまた大変で。え、なになになに、え、なんなの今度は。もう誰だよ、なんなのこの人。クリーパーは本当にやめて。泣いちゃう、シンプルに泣いちゃう。はい、そしたら次がこれも高難易度だよ。で、ここの部分で1マス間を開けてあげると。間開けて、でここにパワーレールを引いてあげる感じですね。そしてここが山なりになったことを確認してから、これ取っちゃうらしいのね。取っちゃって、そこでまた石レンガを蓋を閉じてあげると。はい、そしたらここにレバーを引いてあげると。でこれで、あ、つくようになったね。この押し引きでレールがちゃんとつくようになって、これはもうオンの状態でゾンビを誘ってあげるようにするという感じですね。で、ここ、そうなんよ。ここにね、ゾンビを置かなきゃいけなくて、これもまた絶対大変でしょ。で、さっきと同じように、ここで階段を作って、レールを引っ張っていう感じでですね。ゾンビの方がでも入ってくれるのかな、おびき寄せれば。どうなんだろう。パワーレールを引っ張っていきます。こんな感じでいくね。で、ここにゾンビが揺らいで、ブランコのようになるらしい。これもスイッチ OK らしいんだけど、ここに入れるまでが難しいよな。ゾンビが来るのは夜なんで、夜まで待ちますか。乗るゾンビと乗らないゾンビがいるっぽいよ。あと、怖っ、乗らないゾンビとか何しに来んの。でも予想、村人よりかは入ってくれそう。でもゾンビって日が当たると燃えちゃうんよ。そうしないようにするために、このカボチャのね、くり抜いたやつをゾンビちゃんにね、かぶせてあげると、どうやらいい感じに燃えないようになるらしいね。なんでこれかぶせないといけないんだけど、まずそもそもゾンビがいないっていう事件が起きてる。探しに行くか。あ、なんかこんなところにいるけど、これかぶせられないの。あ、かぶせられた、かぶせられたんだけど。なんかよくわからんけどかぶせられた。いいぞ、こっちまでおいで、こっちまで。これでさ、この石持った状態大丈夫かな。こいつ永遠とこのよう石を持ったまま人生送ることになるけど。大丈夫大丈夫君。そしてね、トロッコに乗るゾンビと乗らないゾンビがいるよね。これ乗らなかった時の僕のショック、もうかぼちゃ1個しか用意して長いからな。やばい、また取りに行かないと。大丈夫か、入るか。入ってくれない。お、入った。入るやつや。ごめん。え、乗らないんだけど。どうすればいいんだろう。死なないように。やばいか。やばい。いけ。よし、ナイス、やったー。移動したバカお前は一生一生持ちながらこの世をさまようんだよ。そしたらここをねガラスで閉じなきゃいけない。これ重要よ。あでもそっか村人ちゃんたちは固定されちゃってるから大丈夫なのか。おい動けねえだろお前残念だったな。残念だな。最後の1回がね怖いね。我ながら狭っ。ここをぶっ壊してはい取って取っていくない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 やめろやめろやめろ。お前をこうトロコなんかもういらねえから。お前の邪魔だね。すごく邪魔だね。違う来ないでこっち来ないで。おいこっちだこっちだこっちだ。へー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 ボーイへーボーイくーへーボーイへーガールボーイかガールかわかんないけどめっちゃうなずいてるよ。君もこっち来て。はい残念でしたバイバイくーまたのご利用お待ちしております。よーし入ったようやくこいつら。あ僕も入った。まああとは装着するだけでトラップが完成するという感じで。いや長かったな。ここまで頑張ったわ本当に。これ鉄たまんなかった時が恐ろしいマジたまってほしいんだけど怖いよたまってないとか。本当におじさんすぐ泣いちゃうからね。はいそしたらここに蓋をするらしいですね。蓋をしていきましょう。レンガで全部ガラスの上から覆いかぶさるように石のレンガを置いていくと。まあ石じゃなくてもね土でも何でもいいんですけれども置いてきてなんか話し合ってるね。俺らどうするこの世人生終わったよって言いながら村人が話してます。そしてここで埋めなきゃいけないんだけどもそれをやる前にこのガラスゾンビがいる方向に向かってどちらかでもいいから2マス削るっていうことらしいですね。2マス削ってみますか。じゃあこっちを削ろうかな。左側よいしょことはいここ。そうするとおおなるほどなるほど。もだい苦しむのか大丈夫大丈夫なんか死のうとしてないか。これ死んじゃわない大丈夫かな。なんで死のうと思ってんの。なんでそんな死のうと思ってんの。死んじゃうよ君やめて。危ねえこれやってたら死ぬところやったわ。ここにガラス引いとくんだった。危ねえ危ねえ。ここに引くこと大事らしいね。よかった気づいて。そしたらその上の部分を外してあげると。そうすることによって村人たちが慌てるようになるという感じでですね。はいよかったよかった。そしたらあとはここに蓋を閉めてあげて、まあ、終了。そしたらゾンビがこうやって動いてる部分の上側だね。上側を蓋閉じてあげると。そしたらもう一段高くして屋根みたいな風に作ってあげると。ここも1個はいであとは覆いかぶさるように、蓋をしてあげる。そしたらここに 7×7 のエリアを作ってあげる。ゾンビ側だけ一辺は伸ばさないであげてあとはこうやって周りを囲ってあげてはい一列にしてあげる感じですね。そしたら 7×7 になる。そしたら四隅だけこれ削ってあげてあとはガラスを3段かな3段でつなげていく。123やっていきましょう。そしたら1回下に降りてって外側の部分を整地します。もうこれの部分もいらないんではい取っちゃってください。そしたらさっきの 7×7 の部分の、真ん中かな真ん中の部分まあ右でも左でもいいのかなわかんない。僕は右って教わったから、じゃあ右にあここだねここの位置だね。ここの位置で真ん中から、1個2個置いてあげるという感じであとはチェストをしゃがみジャンプで上に上げていく。よいしょここまで上げてでベッドの上まで上げていきのここの蓋したところを取っちゃう3個取って1個あやばいあーやってしまった。でこうだね全部一列に並べてあげると。であとはジグザグになるようにチェストをこうやって配置していくようにする。まあゾンビが元気だね。すごいうるさいこいつ働くな。石持ちながら可愛らしいな。こんな感じでジグザグにしていくと。土でやるのねだるかったんでこれ足場持ってきたわ。ホッパーをつけていきたいなと思います。外側にねデコボコの外側にしゃがんでこのようにしてチェストをつける。でこれも反対側も同じ風につけた。はいこんな感じで。そしたらさっきのところに戻っていってこの真ん中のここの部分かなを3マス削ってあげると。そしたらホッパーをチェストに向かってこうやって3個並べていく。ここにフェンスを設置してあげると2個だね。おい待ってすごいことになってる違うこの立てて2個はい2個置いてあげて次におーゴーレムが早い。いや早速来てしまった。ちょっと待ってまだ君はねスタンバる時間じゃないよ。仮ブロックで置いてあげる。でここにトラップドアこういう感じでプロペラみたいな感じで置いてあげると。初めてこうやってゴーレム出したな。こんな感じで出るんだ。村人を守るために来るのかね。でこのままだと木で燃えちゃうんでこの上に半ブロックを置いてあげる。半ブロックはないですね半ブロックをここに。そうすることによってマグマをここに入れても木が燃えない仕組みになっている感じなんですね。不思議やな。ようわからんけど僕には。よしもう完成にほぼほぼ近い感じでこれは大成功しそうだな。ゴーレムがいたことによってよかったわ。ちょっといなかったらね、すごい不安だったけれども、これは 100% 成功しますね。で、あとはじゃあどうするかっていうと、ちょっとかわいそうなんだけどね、マグマを設置してあげる。で、ゴーレムの高さはマグマで、僕はこうやって当たってもマグマに溶けたりしないんだけど、ゴーレムは背が高いから死んじゃうんだって。まあそれを利用して鉄ブロックを手に入れてあげると。そう、ゴーレムはね、鉄をね生成するからっていうので、はい、やっていきましょうか。まずはマグマをこういう感じで下に落ちていくと、あ、ゴーレムが当たっちゃう距離になるんだ。で、あとは水をここで四隅に流すと、真ん中にねゴーレムが引き寄せて死んじゃうみたいな、そういう感じですね。じゃあ四隅にやっていくか。ゴーレムさん、ごめんごめんよ、僕の鉄のためなんだごめんよゴーレム。これを最後に邪魔だなお前。あー、なるほど、こういう感じか。あー、ゴーレムごめんなるほど、すごいなこのシステム。ちょっと待って、僕も当たる、僕も当たります。まずてか強っ。で、そうなったら鉄が流れて下に行くみたいな。おー、完成、すごい。あとはいろいろと装飾品を載せたりとか、これねちょっといびつなんでできてるんだけれども、こうやってやるのもいいですね。でも、あ、すごい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 、めちゃめちゃやっぱすげえな、大火事や大火事になってる。かわいそうに申し訳ねえ。鉄がでもたまる心の心境が痛いな。なんかかわいそうになってくるけど、まあしょうがない、これは運命なんだ、そういう。で、これ注意しないといけないのが、半ブロックじゃないと普通のブロックを置いちゃうとゾンビがねここら辺に湧いちゃうからダメだっていうことで、半ブロックにしましょうっていう感じで装飾が終わったね。で、あとはこうするだけで、おー、すごいわー、死んでる、やられてるよアイアンゴーレムが。いいよいいよもっといっちゃっていう感じで、え、どうなってるんだどうなってるんだ。さあ結果入ってるか、これで入ってたら成功いきます。オープン、ほい。わー、入ってた、インゴットやったー、これでいけるよー、すげえ、めっちゃ嬉しいわー。でもこれね、ここにいないと確かゴーレムちゃん生成されないんで、まあ作業しながらここにいたら鉄が溜まっているという感じで、今回アイアンゴーレムトラップ簡易的なのを作ったということで、いや素晴らしいなー。いや村人を入れるのが大変だったわー。まあでもね、超いい感じにすごいやれることができたので、よしとしましょう。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日はこんな感じで終わりましょう。それじゃあまたね、バイビー。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、 Twitter も毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。